ちゃっ、こんにちは。ここでお便りを紹介したいと思います。東京都にお住まいの、岸本くんからいただきました。なんか聞いたような名前だな。こんにちは、豊さん。こんにちは、はい。僕は以前から素朴な疑問があります。はい、プロになれるピッチャーとそうでないピッチャーにはフィールディングに差があるように僕は思うのですが、豊さん、その辺いかがでしょうか。いや、珍しくあれだな、はい、いいところに目つけたね。野球、まあ確かにさ、ピッチャーって、はい、低めに制球できるとか、はい、コントロールがいいとか、うん、圧倒する力があるとか、はい、まあそういうのは勝てる条件の中に、うん、もう誰が見ても分かるよね。はい、まあ例えば、はい、フィールディング、はい、まあこの岸本君が言ってるように、はい、すごく要素の中に含まれてるというのはさ、はい、牧原と対談した時に、はい、僕はフィールディングがめちゃくちゃ下手だったと、はい、桑田、うん、斉藤正樹、はい、もう抜群にうまいんだよ、はい、これ野手にしたいぐらいのフィールディングをしてた、はい、で僕は下手だったと、うん、でも僕にあのフィールディングがあったら、うん、もっと勝ててたっていうんだよ、はい、やっぱそのぐらい、やっぱ投げ終わったら9番目の野手って言われるぐらい、うん、フィールディングっていうのはすごく大事なんだよね。そのフィールディングの中にはどんなことがまず入ってくるんですか。まあ例えば、はい、キャンプの時によくやるバントシフトってあるじゃない、はい、ね、で一塁ランナーノーアウトランナー一塁で種類が5種類ぐらいあるんだよ、はい、それを俺行った時にコーチになった時にそれ3つに減らせと、はい、もうそんなんいらないと、うん、それなぜかというとバントでセカンドに殺せるのは大体ほとんど9割方ピッチャーだって、はい、ピッチャーのフィールディングによるものだ、から、はい、そんなサインいらないって、うん、この3つだけやれ。まあ例えばこう全部引くとか、牽制入れてサードとピッチャーで処理するとか、うん、まあこういうサインがあるんだけども、はい、ほとんどピッチャーのフィールディングじゃないとセカンドってさせないんだよ、うん、だからそのぐらいやっぱり得点圏にやらないということでは、はい、フィールディングっていうのは大事じゃない。そうですよね。それは取るのも投げるのもっていうこと。もちろんもちろんですよね。もちろんだよ。牧原さんはどっちもあれだったんですか。下手だったんだ。投げるのもですか。反応も悪かったです。反応なんですね、そこは。だからピッチャーゴロ取れるか取れないか抜けていくかっていうのは大きいじゃない。確かに。大体バッターってセンター返しっていうのは狙ってるからさじゃあピッチャーの、やっぱピッチャーの足元とかアベレージヒッターっていうのは狙ってくるんだよ、はい、でもたまたまそれを言った時に抜けるか取るかはさ、はい、大きいじゃない。そうですね、うん、あとはやっぱ総合的なセンスから言うと、はい、セリーグで言えばピッチャーが打席に立つから、はい、バントだな。まあそうですよね。いや、接戦の時にさ、ピッチャー変えらんないよ、うん、そうなってくると、まあ、8番バッターが出た、はい、当然バントじゃない、はい、これが決まるか決まらないか大きいんだよ、うん、まあ、大体その鉄則として下位からチャンスを作って、はい、上位の打線に入ってくると大量点が考えられる、はい、得点能力が上がるって言われてるじゃない、うん、そこでピッチャーが決められるか決められないか大きいんだよ、うん、それが自分を勝てるピッチャーにするかしないかっていう要素なんだよ、はい、青柳は下手だわ。阪神にもう変化球投げられたらもうこんなになってるからね。それはセンスだ。青柳ってホームラン率が一番低いんだよ、はい、打てない、うん、やっぱあれだけシンカーで落とされると、はい、それはなかなかボールは持ち上がらない、うん、だから接戦になることは彼が投げたらたくさんあると思うんだよね、はい、そこであいつのバントがポンと決まればさ、うん、もっと勝てるピッチャーになる。それは練習しても。だからセンスなんだな。いや、練習はね、山のごとくしてると思うよ。はい。ゴミのごとくって言ってもいいのかな。もうとにかくたくさんしてるってことですよね。いや、そりゃしてるよ。キャンプの時なんか、はい、投げて走って、うん、バントがピッチャーの練習だから。他のも苦手そうだなっていう投手って、まあ、結構いるよね。いるんですね。逆にこの現役選手でこの投手はフィールディングいいっていうのは、まあ菅野とか、菅野もそんなに特にはうまくはないよね。例えば同じ阪神の、いや、あのね、中継ぎ陣とかが、はい、結構うまい人が多いよ。あ、そう、先発陣より。いや、三島とかうまいしね。あ、そうなんですね。でも、はい、やっぱり歴代見ても
例えば西本さんなんかフィールディング抜群にうまかったしさ、はい、まあ、江川さんもうまかったしな、うん、で北別府さんもうまかったしさ、うん、やっぱりね金備えてるんだよ勝てるピッチャーって。オールマイティーにそうなんですね、うん、例えばクイックとか一塁への牽制とかもうまかった。あ、フィールディングのうまい人は体を早く使えるから、はい、クイックも速いよ。はあ、クイックも速いし牽制もターンも速い。え、じゃあ牧原さんはクイックというか一塁への牽制は下手やっぱり総合してくるんですね、そこは本当に、ま、牧原に悪いけどさ、はい、牧原下手。そう、ゆうなりさんバッターボックス立ってて困ったらセーフティーバントそして一塁いたら走れる一塁だったら走れる。いやだから彼はそういうことを持ち合わせてなくて、あれだけ勝ったピッチャーだからさ、だから大したもんない、大したもんない。だからあれでフィールディングがうまくて、はい、バントがうまかったら200勝してたかも。いやそのぐらいやっぱ大事なことなんだよ。そのピッチャーの中に占める要素で大事なくて、フィールディングってどのぐらいの要素を占めてるんですか。あ、まあでもね、投げるのが主だから、はい、フィールディングでかかるのは2割いくかいかないかぐらいじゃないの。そあとのやっぱ 7,8 割はまあ投球、もう投げる、それはもちろんそうだよ。じゃあ逆に言うと、もうフィールディングがめちゃめちゃいいと、けれどもやっぱり投球がばらつきあるとかちょっと何あるだろうはダメ。いやいや、あのね、はい、だいたいフィールディングがうまいやつっていうのは、うん、器用だから、うん、だいたいそこら辺には投げるよ。そうですよね。いや俺ねびっくりしたのは、はい、太陽から日本ハムに1年間行ったでしょ、はい、もうねフィールディングが抜群にうまいんだよ日本ハム、ピッチャーも、はい、それはまあその当時日本ハムって強かったからさ、はい、西崎はうまい、武田はうまい、はい、河野源ちゃんはうまい、うん、だからうまいピッチャーがやっぱいたよね。だからやっぱりそこそこ投げれるピッチャーなんだ。やっぱりいいピッチャーってフィールディングもいいピッチャーなんですね。いいよ、やっぱセンスがあるんだよ。あとセトパでどっちが多いとか、セトパでフィールディングのその占める重要度が違うとかっていうのもありますか。まあそんなにないけど、ただパリーグは DH だからバント、はい、打席立たないよね。バントしなくていいっていうのがあるから、はい、でもセリーグのそのピッチャーのバントの重要性っていうのはあるよね。あ、これはあるよ。まあ、そうですよね。あるある、自分が投げてて自分がおまんま食べなきゃいけないのに、はい、こんなになってる場合じゃないから本当に。確かに、もう本当に死に物狂いでやって自分を勝ち投手にしないとさ。だそういう意味で言うと、例えば阪神の西投手であったりとか、バッターボックス出すとホームランとかありますし、今メジャー行ってる前田健太投手とかも、うん、前健なんか抜群にうまかったから。すごいですよね。あんまりだからいいピッチャー出てくるでしょ、出てきますし、それメジャーも行きますよね。いや行くよそれはもう野手にしてもいいぐらいだ。そうですね、桑田なんか野手にできたもんね。だから斎藤もそうだから、内野手でどうだっていうのは一時期考えた時期もあったんだから。横浜で投げてた野村、はい、左の野村さん、はい、もううまかった。やっぱり一流ピッチャーはフィールディングいいんですね、うん、でも思い出した、一流で騙されたのは佐々木、はい、大魔人下手。え、そうなんですか。でも彼の美学があって、はい、いやバントしてくれたら一つを丁寧にすれば、はい、あとを抑えられるっていう感じがあったからさ。かっこいい、それはかっこいい、ね、それはそれでいいんだけど。え、でも佐々木さんのフィールディングって見た、いやバッティングはいいんだよ、でもね、はい、フィールディングはあんまり上手くない。取りに行ったりとか、取りに行ったりするのはあんまり上手くない。牽制もそんなにうまくない、はい、牽制なんか軽く投げられないから、うん、150キロぐらいで投げてくるからね、腕持っていかれそうになるからファーストの時に。そうですよね。だからまあいいピッチャーでも、うん、まあそれは確かに苦手な分野っていうのはあるけどね、はい、やっぱこう名前が通ってて、うん、S 級の人たちっていうのは、うん、ほとんどうまいよ。まあそういうことですよね。間違いない。これはじゃあ岸本君のまあ、疑問であった、うん、そのピッチャー、プロとしてやっていけるピッチャーとプロとしてやっていけないピッチャーはやっぱフィールディングの差があるのかな。これもある、もですね、もだよ、がではないですね、うん、もあるそうですね、もとがじゃ全然違うから全然違いますね。ただし、はい、やっぱまずは投げれなきゃダメだよ。そこですよね。そこだよ、うん、どうう投げれないやつはお前ホームでイップスなんかピッチャーになれないから。確かにそうですね、はい。